が取られちゃうんじゃなくて、なこれこういう状態では取られとるわけ。じゃなくてこっちが相手を技をかけるためにもう出せとるだけ。こういう状態を作ること。相手の状態で。来るって分かった瞬間にパッと開いてみたさ、取れるとこれに来てる。はい、足を前に出します。後に入れます。入れたら外に崩します。崩したら上がってます。相手がいない、相手が打っても会いなくなっちゃったりって空振りさせるような状態で入れるのが一番いい。と一人で相手が進んでいくから。はい、もう一回左。じゃあ、後ろくるっと待てよ。また見つけてくるよ。下から手上げて。前。足反対。受け反対だ。こう投げられたら、こっちの足まで。受け取る。左だったら、はい、こっちの手だと、あと使いの方がつなげて、そうそう、あ、ここにいるから疲れる。相手がまっすぐ、これを上から叩き落としながら、この方向を変えながら、いい位置に。足前に来たらそこで返してやればいいです。とこのまま行っちゃうと相手はまっすぐついてくる。当たり前の話で場所も動いてない。この状態だけで入り見せればこれで受けれるんだけど、それその後で相手の手を取りたいんだから、はい、方向を変えながらこういう状態で入り見せる。ある上から取りたい。
こうなってる。絶対攻撃来るんだよ、ね、なんか。相手の攻撃させできない位置で見てもらえない。側面に転ぶように、相手の名前に見ると乗せたとか、あれにも出とくんだよ。なあ。Thank you.